山崎亜美の潤うリコメンド。はい、やってまいりました。おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。山崎亜美です。今週も今日が潤っちゃうコンテンツをおすすめしていきます。はい、じゃあ助手のジャガーメガネさんお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、はい、もう一人、はい、あけみでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがエピソード5でございまして、5ですね、ちょっとだけアミさんからのおすすめの前にですね、はい、アミさんすみません、このあけみさんへの反応がちょっとツイッターであったのでご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、ツイッターネームアルルさんからいただきました。おいあけみ、あんたおもろいな、気に入ったといただいてます怒られてるのかと思いましたけど、アミさんに怒られてるのかと思いました。で、そうですね、ウルルコで返信したところ、その後の返信が、はい、ちなみにあけみは敬意を表しあえての呼び捨てです。優しい、ありがとうございます。愛がありましたですね。優しいですね。よかったですね。あけみさんマジで面白いですよね。いや本当にね、あみさん優しい、本当に面白いと思う。本当ですか、うん、すごい、鼻血出ちゃうよ。はいって言っただけで面白いですもん。返事だけで面白い。今日自分でびっくりした。あけみさんがはいって言っただけで私ふってなってて。なんでしょう。なんですかね。なんですかね。今日ね、私が一番潤ってる。潤い泥棒この野郎。いやでも愛されキャラですよね。いやそうですよね。なんかこの愛いただいていいですか。いや、あけみさん嫌いな人いないってもう断言できちゃうんです。断言できる。この世にいない。いない。うん、優しい。ちょっとね、でもこれ聞いてくださってる方結構反応がいいんですよね、うん、いいですよね。私の会社の中でも、あけみさんってどこ座ってんのって、あよその本当によその部の人が どこ座ってんのって、あこれを機に言われたりして、デビューしちゃおうかな、ね、お調子者グランプリですからね。それじゃあですね、うん、これはサイド A なので、あみさんからの、はい、おすすめをですね、はい、トークしていくのが A 面でございまして、今回は亜美さん、はい、何をおすすめしてくださいますか。私は本当に何も考えずに見られる作品が好きで、はい、その中でも特に好きなのが漫画アニメの日常という作品でございます、はい、日常ですね、はい、はい、こちらは月刊少年エースで2006年5月から10月にかけて、はい、読み切りを掲載した後、同年11月から連載に移行、はい、で2015年12月に最後に連載を一旦終了するも、2021年12月から再開している。あ最近だ。そう、止まりつつじわじわ進んでる作品なんですね、うんうん、はい、はい、で2011年にはテレビアニメ化も行われました、はい、私アニメから先に見たんですけど、はい、もう一言で言うと、うん、カオスの極みです。うん、はい、いやだからね、タイトルどうなっちゃってんのって感じもしないではないですね。最初に見始めてタイトルが日常なのに、まず全然日常じゃないやんけってとこから始まるんですよね。ですよね、はい、うん、あれってほっこりするような世界観に見せつつ、うんうん、かなりカオスでシュールな世界観で永遠とギャグが展開されるんですね、うん、はい、で投げっぱなしのギャグとシュールなツッコミがただただ行われ続ける作品なんで、はい、はい、まさしくボケて突っ込んでボケて突っ込んでがひたすら繰り返されるされる自分で拾ったそうですね、なんかだから超日常だったですね、結局シュールの方だったですね。あ、そういうことか。ただの日常じゃなかったですね。シュルレアリズム、シュルレアリズム的な感じですね。本当にそうでしたね。ねえ、もう本当にいろんな要素がありすぎて、うん、味が説明できない新感覚の料理食べてる感じなんですよ、うん、確かに。でこの作品が一貫したストーリーがなくて、1話の中にショートストーリーが何個か入ってる形で、うん、はい、その展開の仕方も急に終わったりとかして、うんうん、本当ですよ。そうなんですよ。ほったらかしかいっていう感じ。ほったらかしですよね、本当に。そこが好き。作者に投げつけられて、 そのままほったらかせられるみたいな。なかなか乱暴なね、乱暴なんです、ね、展開ですよね。そうなんです、うん、そこも癖になってかなり衝撃で。いや本当、あれ女子高生ですか、うん、主人公中学生じゃないですよね。自定高校じゃないですか。自定高校。あ、そうだ、高校自定って呼んでいいのかな。はい、なんかね、始まると普通になんか中学生かなみたいな女の子が、うん、なんかね、あの2人で歩いてたりなんかして、うん、そうですね、絵が可愛いから
そうなんですよ。そうですね。そう。で、はい、そういうカバンアートとか見ると本当になんかこうほっこりした、はい、さっきアミさんがおっしゃった、うん、ほっこりしたこのなんか女子高生の日常が展開するんだって思うんだけど、とんでもなかったですね。とんでもないです。とんでもないことが起きてますね。本当に。いちいちたまに絶妙な感情になることがあるんですよね。絶妙。何にも考えずに見られない。何も考えずに見たかったのに。そう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 。たまにそういうのもぶっ込まれるんですよ。感情揺さぶられまくる。そうか。ひたすらこうやって体を揺さぶられてる感じ。ああもうこう肩首根っこつかまれて。そう。グワングワンされてるみたいな感じで。ジェットコースターですよね。確かに。乗ってる。結構激しく揺さぶられる時あるところですね。このまま見進めると。ありますあります。だって勝手なんだもん。勝手なんだもん本当に。最初の始まりが登校中にこけしや赤べこ生魚が上から飛んでくる女の子がいたりとか。そう、あとロボットを開発する8歳の女の子と喋る猫が一緒に住んでたりとか。はい、とにかく個性的。めちゃくちゃですよね。本当に背中にゼンマイついてたりとか。そう人間の。そうロボットって言われてるけど絶対人間なんですよね。え、いや人間じゃないけど。そう明らかに、はい、いや人間だろ。そうもうむちゃくちゃですよねこれ。本当やっぱギャグ漫画とかギャグアニメっていうか。うん、なんかあきみさんもなんかこれアミさんに紹介されて急にもうハマりだして。いやもうハマってしまって。本当に。ええもう次いつ次の回見ようかなって電車の中で考えてます。好きです。好きいいです、ね、本当に好き。これ好きこれはアミさんだからそのままもう見続けたんですか、その出会ってから。私そうですね、最初に見てバーって一気に。うわすごい。結構20何話あるかな。6話とかあったやつだったかな。ありましたかもしれないですけどね。なんか声優さんの声もすごい可愛いじゃないですか。26話まで、ね、26話今のところ結構ありますよ。続き見たいんですけど ねなかなか。これはでも皆さん本当に今の亜美さんのお話で分かったと思うんですけど、はい、結構おすすめですねこれ。結構おすすめ。このなんか本当新感覚な、さっき料理っておっしゃってましたけど、うんうん、そういうのにちょっと出会ってみるのはいかがでしょうかっていう、そうですね、気がしますね、うん、これ日常毎回裏切られますよね、裏切られます、うん、最後の親指吹っ飛んだところネタバレだけど、はい、それ言っていいんですか。言っていいですか。そのぐらいはいいですか、うん、いいのかな。いいですか、はい、USB なんですよ親指が。親指が USB 爆笑しちゃいましたよ。何なんだろう。すごい、すごい自由ですねこの作者の方、うん、絶対絶対に展開が読めないので。読めない、うん、これを読めるのはちょっとないですね、うんうん、ちょっとアニメたくさんあるじゃないですか、うんうん、でちょっと見始めるともうなんか技術のこう向上についていけないみたいなアニメあるんですけど、うんうん、30代後半でも楽しめる、うん、あー楽しめる、楽しめる。おめでとう。ありがとうございます。よかったですね、うん、だけどちゃんとほのぼのするシーンとかもあったりとか。そう、うん、そうですね、うん、ずるいですね。ずるいんですぜひ皆さん見てみてください、はい、ご覧になってみてください、はい、ということでございます。それでですね、ここは何ですか、サイド A なので早口言葉に、あ、はい、早口言葉のコーナーに参りますよ、はい、得意です。私が動揺してしまいました。得意です得意でしたっけ。じゃあですね、タイトルコールかな、タイトルコールをお願いしま、はい、あ、ちょっと待ってください今お願いします。これちょっと言っちゃっていいから、このリスナーの方に本当は言いたいのは、はい、あれ収録にこそアミさんが来てくださって、はい、アケミさんも来てくださるんですけど、他のこと全部ワンオペでやってるので、まあそうですね、そっか、まあ、ずっと席に座ってこれをつけて、うん、パソコンと向き合ってますね、うん、ずっと普段。それでだから SNS もいろいろ立ち上げて、そうですよね、ますけど、この音声の編集、動画の編集、 SNS へのアップとか全部ワンオペでやってるので、皆さん今日遅いな、が最近上がんないなって思っても多めに見てほしいっていう。てか冷静に考えて、はい、本業の方大丈夫ですか。全然問題ないです、ね、そうですね、見てる限り全然問題ない、全く問題は起きてない、はい、4、5滴じゃがいもメガネ褒められてるのかけなされてるのかはっきりしてよっていう。すいません、さすがですね。今さすがですねがマスでしたよ。やっぱり聞き逃した。上がらなくちゃいけないところ。すいませんでした。いろいろ忙しいんです。忙しいですね。じゃあタイトルコール、アミさんお願いします。はい、山崎亜美のザ・ファストテイクオリジナル早口言葉よよ。
ありがとうございます。これがですねエピソード5ですから、はい、今まで0勝4敗で着実にやってまいりましたけれども、うん、じゃあまた亜美さん早口言葉宮崎が作ったのを弾いてください。はい、くじ引きます。はい、弾いていただきました。今まだ見てないですよ、亜美さんまだ見てないんでね。じゃあ、第5戦でございますが、亜美さん聞いてます？そうですね、大丈夫、大丈夫、聞いてます。参加してくださいね。お願いしますね。じゃあ参ります。第5戦の早口言葉よろしくお願いします。はい、深呼吸がいつも今開けました。夏フェス主会場に T シャツ屋さん初出場。なんか遅いような気が。夏フェス何会場ですか？夏フェス主会場にこれ行けましたよね。なんか行けた気もする、うん、主会場なら行けてます。マネージャーの伊藤さん今どっちでしょうか？判定ギリセーフ。あー、出ちゃった。伊藤さん、あ、まあまあじゃあ、ありがとうございます、ありがとうございます。今ちょっとみんな、何なのそれ、誰に、みんなありがとう、皆さんついに成功したことになってしまいましたね。はい、ちょっと遅かったように私は思うんですけどね。いや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 、じゃあもう一回やりますか。セカンドテイクで。それも止まってます。じゃあいいよ。セカンドテイクってことですか？いいよ。じゃあ行きますね。亜美さん、じゃあ、成功したってことになりましたけども、はい、イレギュラーでザ・セカンドテイクお願いします。はい、夏フェス主会場に T シャツ屋さん初出場。おお、しかも今 DJ みたいになってる。皿回しながらお皿回してる感じで行きましたね。あれ、これ行けちゃったんだ。はい、うん、ありがとうございます。すいませんでした。で、ね、今まですいませんでした、はい、ということで1勝4敗についに、ね、白星がつきましたね。これ簡単だった。ちょっと秋山さん一回言ってもらっていいですか？早く、なんか写真書が少なかったから早口で。夏フェス司会場に T シャツ屋さん初出場。あ、ちょっとダメですね。ちょっと初出場になります、ね、ちょっと怪しかったですね、うん、ちょっと怪しいですね。宮崎さんもやってみてください。はい、夏フェス司会場に T シャツ屋さん初出場。ちょっとダメだね。でもき、まあ、いや、あれなんで亜美さんこれ言えるんだろう。やっぱこのリズムで夏別司会場に行ってやってたから。そうそう、これだこれだってことないでしょ。それ回すのが良かったの。出ちゃいましたね、はい、本物の DJ 感が ね、 そうですね、今回も出ちゃいましたね。実力を初めて見せたんですね。そうなんですよ、うん、伊達にやってないですから。隠してる間長かったっすね。かれこれ身近力から考えたらどうなっちゃうんでしょうか。そうですか、おめでとうございました。ありがとうございました、はい、ということでですね、あ、ちょっとだけ告知言いますけど、はい、番組のご感想とかですね、うん、それからうろちゃコンテンツありましたら、いつでもですね、ツイッターでハッシュタグルリコか、うろうアットマーク共同ニュース .jp にメールで送っていただけると我々本当に喜びますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、皆さん今回もうろうっていただけましたでしょうか？ではあけみさん早口であれをお願いします。はい、うるりこはお聞きのポッドキャストの他に YouTube、Instagram、TikTok で何かしらの動画もご覧いただけるようにしております。お知らせは主に Twitter でしております。いいですね、すごいですね。いいですね、はい、はい、気に入っていただけたらフォローやチャンネル登録をしていただけるとあけみのこめかみから鶏が出ます。ぜひフォローしてください。では続きも聞いてくださいね。飲み込めない。お相手は山崎亜美と宮崎とあけみでした。今日もうるうるっとした一日を過ごしください。バイバイ。めかみから。